第3ゲームです。サードゲーム、赤い選手ラボ、赤いのサービスから始まります。大きく屈伸をしました赤江。ドライブ、ナイスボール。いやー、うまくミドルをついてからのバックサイド、やはりこうコースも狙いながらさらに質の高いドライブが打ててますので、はい、もう赤江選手の好調が伺えますね。投げ上げサーブバックへ、これは田口のポイントです。素晴らしいボールでした。でこう、ね、今のようにミート系の技術を使うことで赤江選手のミスも増えてきますので、このようにこう回転系とミート系うまく使い分けていくといいと思います。見たロビング、続きます。入りました。お、打ち切りましたね。はい、田口のポイントです。本当にエンドレンドラインギリギリのボールが何球もありましたけども、はい、田口選手もよくエッジを取りました。レシーブから攻めていきました赤江の得点です。ここねフォア前とバックにサービスがありますので、なかなかバックでフォア前を入りづらいと思うんですけども、思い切ってバックで入っていきましたね。そして厳しいコースでレシーブができました。はい、続いてドライブバックアイバック、赤江のポイントです。ツーオールになりました。失礼しました、スリーツーですね。はい、続いてバックドライブバックアイバックカウンター。おー、ナイスボールですね。これが、ね、田口選手らしいプレーなんですよね。はい、でこうバックではしっかり今触れてたんですけども、フォアでは少しこう入れるボールが多かったんですね。はい、今の1本はフォアで攻めていくボールにつながりましたので、このようにこうバックでしっかりとつなぎながらフォアでしっかり打つことができれば、田口選手にも十分勝機があると思います。はい、田口のサービス、サービスエースです。本当に、ね、田口選手このサービスいいですよね。はい、アップダウンのとても大きく幅のあるサービスがうまく使えています。あ、いいですね。これは田口でした。最後のボールなんですけれども、少しこう、まあ、偶然だったかもしれませんけど、少し浅く落とすことができました。はい、こういうふうにこう強いボールでなくって短めの緩いボールというのも効くと思います。赤江の得点です。サービスミスとなってしまいました。勢いのあるボールでした。そうですね、田口が取りました。バック対バックでの戦いに田口選手今すごく自信があると思うので、はい、やはりこう今のように打ちながらフォアも意識させられるとさらにいいですね。拾った、赤いのポイントです。結構ネットインですとか、はい、エッジのボールに対してもちゃんとこう拾いに行くんですね。はい、もうそうですね。すごい。ここでやはりこう流れを変えることにもつながるのと、はい、やはりこういうところもうまく対応できる選手っていうのはやっぱりこう対応能力のある選手ですので、やはりこうトップに行きやすいですね。投げ上げサーブフォア前、赤井が叫びました。6-7、
投げ上げサーブ。あ、大丈夫ですかね。はい、少し滑りましたかね。はい、でね、あの床っていうのはこう、はい、今のマットなんですけども、でこう少し靴が斜めに入っちゃうと滑りやすくなるんですよね。はい、あ、そうなんですね。サーブのポイントです。バックタイバック、田口が決めました。ゲームバックハンドですね。はい、ゲームポイントを迎えました田口。お、値の得点です。いいコースでしたね。そうですね、結構あのようにフォアもついていかないと最終的には勝ちづらいと思うので、今のは積極的な攻めだったと思います。前のサービス、おー、ナイスコース、いいコースでした。テイトになりました。はい、ね、体を大きく使ったフォアダイブ、はい、かっこいいですね。すごい体幹も使えそうですね。はい、田口としてはここ1点取りたいところですね。はい、カウンター対カウンター、赤井が取りました。素晴らしい。田口選手もね、本当にあのカウンターでしっかりラリー戦ついていってるんですけど、少しずつ台から下げられてるんですよね。その分打点が遅くなると赤井選手が前に出てきてドライブをしたり、はい、こう赤井選手の展開になりやすくなってますね。赤井の得点です。テンウォール、デュースはありませんので、次の1本取った方がこのゲーム取ります、勝ちです。はい、田口選手ね、サービスを持ってたと2本きついですよね。はい、そうですね、1本タイムアウト取ってもね、うまくよかったかもしれませんが、赤江のサービスから、赤江のサービスです。バック、あ、赤江が取りました。最後はサービスエースでした。第2マッチは赤江が取りました。いかがでしたか、最後の戦い。はいはい、とても見応えのあるラリー戦だったなというふうに思います。はい、最高赤江選手の隙のない両ハンドっていうのが光っていた分、はい、最後田口選手もね、とても素晴らしいプレーをしてくれていたんですけども、はい、最高最後の1本というところで打ちミスが出たり、赤江選手に決められたりしてしまいましたね。はい、でも素晴らしい試合でした。第2マッチは田口対赤江が、0対ゲームカウント0対3で赤江が取りました。ここまでで、マッチカウントは、1対1となっています。今日も大分すごく暑いんですよね。すごく暑いところ で、はいはい、でも会場内はすごくこう冷房が入ってて、はい、涼しいということを会場の方からお伺いしました。そうなんですね。はい、